ベルリン天文台ベルリン天文台はドイツの天文台である。著名な業績としては、海王性の発見に関わっている。ベルリン天文台の起源は、ブランデンブルク科学協会が設立された1700年に始まる。協会は天文台を所有していなかったが、施設天文台で観測していたゴッドフリート・キルヒが加わっていた。1711年に、 最初の観測所が設置され、暦の計算で予算を賄った。1825年に、ヨハン・フランツ・エンケが、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム3世に所長に任命され、アレクサンダー・フォン・フンボルトの助けを受けて国王から、本格的な天文台の予算を得ることに成功した。ただし、州のうち2番は、天文台を市民に公開することが条件であった。有名な建築家、 カール・フリードリヒ・シンケルの設計による新天文台は1835年に使用が開始された。IAU の天文台コードは548である。オリジナルの天文台はベルリンの郊外に建てられたが、時代とともに観測に適さなくなり、1913年に天文台はポツダムのバーベルスベルクへと移設された。IAU の天文台コードは536となった。 ベルリンにはいくつかの天文台が残っている。IAU コード544のビルヘルム・ホスター、スターンワルテ、IAU コード604のアルヒエンホルト天文台、IAU コード537のウラニア天文台、ブルーの H、バーゲル・スターンワルテがある。ありがとうございます。